心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。主よ、あなたは御国に恵みを施し、あなたは御民の咎を許し、あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、我らの救いの神よ、私たちに対するお怒りをやめてください。
夜に至るまであなたのお怒りを引き伸ばされるのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために、あなたの救いを私たちに与えてください。ご着席ください。感謝のお祈りをします。ハレルヤ。恵み深き天のお父様、あなたの豊かな愛に守られて美しい7月の朝を迎えることができました。賛美歌にあります、父なる神よ、夜は去りて新たなる朝となりるぬ、我らは今見舞いにいで皆を拝む。イエスの弟子ヨハネは書いています。大いなる方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。聖書にあります、未だかって神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのだ。十字架の死と復活を通してイエス様は断絶されていた人と神の間の架け橋となってくださったのです。イエス様、祈ります。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。私の願うことでなく、あなたの御心のままになさってください。父なる神様、主よ、あなたは私たちを高価で尊く愛しているとおっしゃってくださいます。あなたは私たちを無償の愛で包み、癒し、与え、導いてくださいます。そしておっしゃいます、私が来たのはあなたが命を得、それを豊かに保つため。あなたの思い煩いを一切神に委ねよと優しく語りかけてくださる主よ、ありがとうございます。私たちはただあなたの存在に浸るだけ。導いてください、光をください、抱きしめてください。隠れた罪があったら許してください。健康を害している方々を癒してください。礼拝してくださるベッキー先生を聖霊で満たしてください。天のお父様は私たちの祈りに答えを見出してくださいます。イエス様はおっしゃいます、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよ。神様、あなたを一心不乱に力いっぱい愛します、信じます。礼拝に来られない兄弟姉妹にあなたの守りと導きがありますように。今ここにいる皆様一人一人の心の祈りとともに、愛と許しと常しえの命をくださったイエス様、あなたのお名前のもとに切に祈ります。アーメン。主の祈りをします。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を拝読させていただきます。ホセア書11章8節から11節。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができましょうか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをつえぼみのようにすることができようか。私の心は私のうちで湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。
私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分の家に住ませよう。主の御告げ。これは神様の御言葉です。今日はパワポがないので、少し目で見えるものがないのってちょっと不安ですね。いつも慣れてるものがないとね。でも聖書の御言葉は、聖霊の働きによって私たちの心に語られるので、恵みに満たされて帰ってほしいと思います。もう2週間続けてホセアのことについてメッセージをしています。今日最後のシリーズ3回目です。ホセアさんは面白い結婚に導かれたっていうお話しましてね。だから結婚は神様によって導かれます。預言者ホセアはね、命令で神様にこの女性と結婚をするんだと言われて結婚しました。で、姦淫の女性だと結婚する前から教えられていました。そして子供も姦淫の子が生まれるっていうのも知っていましたね。そうですね。で、実際結婚したらまあ大変でした。子供が生まれたんだけど、2人名前は、愛さないっていう名前と、もう1人の名前は私の民じゃないっていう名前を神様がつけろって言ったんです。神様はね、イスラエルの民、自分の子供たちに対する失望する心を名前で言ったんです。結婚には失望する時があり、そういう部分があったんです。あるんです。細谷さん、結婚後失望しました。おお、妻に裏切られ、妻は好きな男性ができたら家からいなくなってしまいました。でも細谷さん、この結婚に理由があるって教えられるんですね。ホセアがゴメルさんと結婚することは、神様がイスラエルとの関係を教えるため
結婚に導いたんです。偶像礼拝をして霊的に関与しているイスラエルとの関係を神様は嫌がって、苦しんでる、嫌がってるよっていうのをホセアさんは経験させられました。さて、神様の心を教えられたホセアさんは力を込めてメッセージをしました。皆さん、神様に立ち返ろうじゃないかというメッセージでした。仕事を続け、子供を育て、奥さんを探す、もう忙しい人生だったんですね。彼はギブアップしなかったんです。なぜなら、結婚は愛するという意思を持たないと絶対続かないんです。こんなはずじゃなかったということが起こります。例えば、まあホセアさんもそんなことが起こったんだけど、病気になって、ずっと介護するのっていう結婚もありますよね。それか、死んでしまったとか、わからないんです。人生どうなるか、予定していないことが起こります。それを神様に教えられ、ホセアさんはしっかりと生活していきました。そして四つ目です。結婚はね、許して愛して優しくする場なんだよというのをホセアさん教えられました。だって好きな男性に出会うとね、妻であるゴメルはね、家出しちゃうんですよ。で、探して連れ戻すとね、また好きな人ができるとどっか消えちゃうんです。で、ある日ゴメルさんはいたんですね。歩いてたら、ああ妻がいるって立って、市場でマーケットで奴隷として売られていたんです。彼氏がいなく一人でした。その時神様はこう言ったんです。ホセア、あの夫に愛されているのに貫通している女を愛するんだよと言われたんです。そして、まあ、奴隷市場ですから、お金を払い奴隷としている妻をですね、買い戻しました。神様も罪の奴隷となっていて悩んでいる私たちを連れ戻すために、イエス様をこの世に送って十字架で死んで罪をあがなってくれました。さあ、イエス様のあがないを、十字架を信じるだけで私たちは神様の家に連れ戻ってくることができるんですね。悩みがあるなら解放されます。どん底の生活から引き上げられるんです。神様は愛する意思を、約束をしたからきちっと持っておられるんです。自分を裏切った人であっても愛してくれます。愛が勝つんです。なぜこの世はこんなに愛が勝つようにできているのか、なんで神様はこんなお方なのか、なんでそんなことができるのか、考えたことありますか？ちょっとね、話が良すぎますよね。それもただですよ皆さん。これお金いらない、お布施いらないの。お布施、まあ、献金ですね。献金がっしりすれば救われるなんじゃないの。ゼロ。信じればいいんです。神様は憐れみという部分を大きく持たれているんです。憐れみ深いっていうんです。深い憐れみを持っておられるお方です。その憐れみはね、こんなんです。かわいそうだと思うだけじゃないんです。かわいそうだと思ったらね、胸が熱くなるほどかわいそうだと思うんです。めちゃくちゃかわいそうだと思うんです。で、憐れみっていうのは怒ってるでしょ。その怒ってる怒りをね、ぐわーっと抑えるほどの力があるんです。反抗する子供を親が怒りながらそれでも可愛がって愛するでしょ。あんなもんですよ。大人対子供のなんか付き合いみたいなもんですね。神様を無視します、怒らせます。そういう民を神様が憐れむんです。この何やってるかわからない子どもたちをどうしようか憐れむんです。
そしてご飯を与え、愛し、生活をさせていくんですね。でここでですね、今日読んだところでアデマとかツボムという町が出てきます。あんまりその話したことないですね。なんだアデマとツボムという町は、この2つの、これはね、視界の南にあった5つの町の2つです。創世記の10章に出てきます。カナンという領土にはシドン、ゲレルから向かって、ガザからソドム、ゴモラ、知ってますか、ソドム、ゴモラ、そう、その横にアデマ、ティボムというところにカナンの地がありました。ソドムとゴモラの隣町でした。罪深い町ソドムとゴモラが滅ぼされる時があるんですね。その時にこの2つの町も一緒に亡くなってしまったんです。でその全土はどうなったかって言ったら、硫黄と塩によって焼け土になりまして、種もまいても芽が出ないんです。草一本も生えないんです。神様の怒り、憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボムの破滅です。生きるものがない地になってしまいました。でもね、神様の憐れみの心はものすごく深い、大きいでしょ。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか、チボムのようにすることができようかと言ったんです。あの燃える火で焼き尽くしたそれをね、それ以上の憐れみでカバーして許すんだよという話です。神様が怒ると焼け尽くす火のようにすごいんです。でも神様の心はね、湧くんですね。なんていうの、憐れみが湧き上がるんです。で心が動かされるんです。胸が熱くなりまして、ああ助けたい、かわいそうだ。その憐れみは怒りの大きさよりも大きくなって、怒りが負けてしまうんです。神様は憐れみの心で溢れているお方です。愛と憐れみの主が私たちの信じる神様です。大学生の時に、私の大学生の友達はですね、ある夫婦を見て感動したっていうんですけどね、その夫婦じゃないですね、夫ですよ、を見て感動したと何回も私に話をしてきました。バークレーという大学がありますよね。あそこにですね、シアトルの大学生たちが、なんかインターンシップかなんかでみんなそこに行ったんですね。当時そういうのが流行ってました。でエンジニアの専攻の生徒たちがですね、先生の家にご飯に呼ばれました。みんな男子生徒です。君たちは遠く家を離れてきてご飯でも食べないかという日系の3世の人のお家だったんですね。でその時に物理学の博士でドクター何々だしな、ちょっと名前忘れて分かんないんですけど、そのドクター何々のうちでご飯を食べていました。男子生徒ずらーっと並んで、みんなシアトルから来た、家にご飯がトップラーメンしかないね、学生ね、みんなお金がないから。でその友達が言うんです、衝撃的だったと、あまりにも衝撃的で忘れられないと。アインシュタインと一緒に研究をした私たちのそのプロフェッサーはですね、天才博士だったよって、家ですごかったんだって、何をしたの、何がすごいのって言ったら、彼の人柄とかね、全てがすごいんだよって言って、頭がいいんじゃないの、心もいいって言うんですね。夫である先生は、博士は
いつも手を挙げるんですって、家で。はーいって言って、なんで手を挙げるのって言ったら、奥さんが何かを言うとすぐ手を挙げるそうです。もう奥さんにこうトレーニングされてるって思ったらいいかもしれない、そうじゃないんです、自分から手を挙げるんですよ。で、は、皆さんご飯に来てくれてありがとう、誰かお皿を台所に持っていくヘルプする人いないかしらって言ったらね、その博士がポッと手を挙げるんですよ。私がします、ハニーハニー、英語でハニーって、君君って、ハニー僕がしてあげるよって言うんですね。そうすると奥さんが、まあありがとうって言うんですって。で、食べた終わってそうやってヘルプもするんだけど、じゃあ誰がお皿を洗ってくれるのかしらって言ったら、また博士がおって手を挙げるんです。僕がハニーハニー僕がするよって、大先生ですよ、天才博士ですよ、誰がそんな手を挙げてお皿の生徒たちが食べたクズを拾って洗うんです、先生が。これもあれもすべて手伝うと手を挙げるんです。妻ができないことをね、怒らないんです、文句を言わないんです、褒めて僕が手伝うからと言うんですって。でね、友達フレッドはこう言うんです、こんな男の人は見たことない、自分も男ですね、友達だから、こんな男の人は僕は見たことない、自分の親父は座ってあれ持ってこいあれ持ってこいって言うんですって、なんだこれはぬるいじゃないかってすぐ怒る。でもね、博士は違うんだよって、本当に優しくて心がね、もう燃えてるように、愛と哀れみで燃える、できないことだって怒らないんです、奥さんに対して。なんでこんなに心が愛と哀れみであふれているのか、僕は衝撃を受けた。多分インターンシップで行って一番良かったのは、あの博士のうちのご飯だよっていうという話をしてくれました。愛と哀れみで心が燃えている博士を見たときに、ああクリスチャンってこうなんだと、教会には行ったけどイエス様なんか信じたくないなと思ってる男の友達ずらーっとみんな行ったんですけど、あの時に、ああクリスチャンってこうなんだとやっと分かったそうです。イエス様も愛と哀れみで心が燃えるお方でした。イエス様はね、群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているようで本当にかわいそうだと思ったんです。そして目が見えない人が来たら、主よ私たち憐れんでくださいと叫ぶんです。そうするとね、イエス様はかわいそうに思って一人じゃなく二人来た時、二人とも癒してしまうんです。目に触るんです。イエス様はかわいそうに思って許し、借金を免除するというお話もしますね。罪の借金を自分の十字架で消してしまうということをしてくれるんです。燃える怒りで罰しないっていうのは、決定的に徹底的にいじめて滅ぼさないっていうことですよ。腐ったところは自分が消してあげて、愛するよ可愛がるよという約束は忘れないんです。人は忘れるかもしれない、でも神様はね、絶対に忘れないんです。神様は手を挙げて、僕がここにいて君を助けるんだよというのを教えているんです。お祈りいたします。
天のお父様、あなたは憐れみ深いお方で、手を挙げて私たちに手で触って癒し許し、私たちの罪を借金を免除してくださるお方です。その聖なる神様、あなたを信じることができ感謝します。まだ信じられないなと思う人には、どうぞ主よ、あなたの愛と憐れみが分かるように届くようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。今日はお花を、少しずつ皆さんお持ち帰りください。そして赤飯が準備されていますので、お赤飯もお持ち帰りください。朝比奈さん、ありがとうございます。それではお祈りして終わりたいと思います。私たちに手を挙げ、愛を憐れみをくださるイエス様、あなたの素晴らしい恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊がくださる親しい交わりが、どうぞ一人一人の上に今週一週間もありますように。アーメン。